SNS で佐賀の魅力を発信しているモノマネ芸人らが佐賀市役所を訪れ、市長にモノマネを交えながら活動を報告しました。ハロー佐賀市長、どうもヒカキンです。佐賀市役所を訪問したのは、 SNS で佐賀の魅力を発信している佐賀バズらせ隊のメンバーなど8人です。モノマネ芸人のパッチモン、ニセキン、そっくり班が酒井市長に活動を報告しました。佐賀バズらせ隊は都道府県魅力度ランキングで下位になっている佐賀県のいいところを全国に PR しようと、先月から県内の観光スポットや飲食店で動画を撮影し、SNS で発信。その様子は県内外で話題となり、インターネットで大きな注目を浴びることを指すバズる状況になっています。佐賀の県民、佐賀の市民が自分たちの町をバズらせるというので、この偽物力がお力になれたらなと。この顔見て、顔あかん、頑張るで。佐賀の魅力をたくさんこう SNS で発信をされているので、ぜひこの知られてない魅力をですね、今後どんどん広げていただきたいなと思います。佐賀バズらせ隊は今月16日には佐賀市内で企業や個人を対象にした SNS を有効に使うための講習会を開く予定です。